どうも、岡津義です。今日はですね、今僕風呂上がりなんですけども、でこういったものを見てたんですよ。もう7月に入ったので、この下関海水浴場マップみたいなものがあって、やっぱりね、角島だとかいろいろあるんですけど、有名なところですね。で意外とね、近場にも 1,2,3 箇所ぐらいあるので、下手したら歩いて行ける距離なんで、ちょっと今年は20数年ぶりに海で泳いでみようかなと思います。腕はね、真っ黒なんですけど、ボディと足はまだ白いんで、ちょっと恥ずかしいなと思うんですけども、ちょっと海に行きたいと。で、海に行きたいってことはやっぱりアクティブに動かなきゃいけないということでね、昨日このクロスアップはなかったんですけども、やっぱりこう、なんていうかな、アクティブな車っていうのもかっこいいなと思いつつ、 SUV だとかもね、いいんですけど、最後の砦でございます。じゃんと、ゴルフオールトラックでございます。ゴルフね、今までこう、通常のニューゴルフとかバリアンと、あと GTIR、カタログをね、一緒に見てきたんですけども、やっぱり夏のアクティブにはオールトラックなんじゃないかと思いまして、で僕まだね、見てません、折り目ついてません。で一緒にまたね、見ていこうと思います。まあ、ちょっとね、緩めの動画で、もう最近緩めの動画が、個人的にもすごく楽しくて、あまりね、作られたもんって僕やっぱり好きじゃないので、自然に行きたいと思います。はい、ということで画面下に切り替えます。はい、ゴルフのオールトラックを一緒に見る前に、さっきのこの下関の海水浴場、良ければスクリーンショットをしてください。でやっぱり人気があるのはこの多分、土井ヶ浜海水浴場ですね。まあ、いくつかあるんですけども、とにかくこの山陰線沿いにずっとあるんですよ。でめちゃくちゃ混むんで、通常ね、角島までは車で1時間半あれば行けるんですけども、聞く話では、下関の、市内からだったら3時間ぐらいかかるそうなので、行かれる時は時間に余裕を持って行かれてくださいという感じですね。で家から歩いて行けるのは多分安岡海水浴場、4、50分歩いたら泳ぎに行かれますね。だから昔ね、こっちに引っ越してきて、ここには行った覚えがあるんですよ、1回だけ。であと車でこう、最近このヒコットランドマリンビーチだとか、この室津っていうところとか、吉母海水浴場、ここら辺なんかもね、いいんじゃないかなと思います。今年はちょっと海に入ってみたいと思います。はい、ということで、こちらアクティブにやっぱり動きたいということで、ニューゴルフオールトラック一緒に見てみましょう。やっぱりこの足回り、この辺りがこう、これ SUV なんですかね。この辺シリーズ的にクロスアップ、クロスアップクロスポロ、ゴルフオールトラック兄弟車なのでしょうか。ここら辺ね、僕あんまり詳しくないんですけども、下関でも数台走ってるのは見たことあります。こうやってね、かっこいいですね。アクティブに動けると、4ダブルのさらに先へということでね、これに乗ってる人、僕ね、かなりおしゃれだと僕は思うんですよ。ちょっとこう車高が高いんですよね。これ SUV なんですかね。 SUV でもないのかな。オフロードを走れるということで、ごめんなさい、僕はそこまで詳しくないので、よければホームページ見たりだとか、ね、ディーラーさんに行かれてっていう方が詳しくお話の方できるかなと思います。あ、でもオールトラック専用ドライビングプロファイル機能、オフロードモードっていうのがありますね。オフロードモード、やっぱゴルフでもいろいろね、種類ありますけども、また全然雰囲気が違いますね。こうやってね、ちょっとそこをすりに低いですよっていうような感じでしょうね。これ広い、かなり広いでしょうか。
シートもやっぱちょっと違いますね、うん、なかなか面白いな、まあ、この辺りは、あ、これはだからもうオールトラックはデジタルメーターオンリーなんですね、うん、ここら辺は全部一緒かな、他のゴルフとかと。あ、内装のシートオールトラックって書いてある。で、ルーフ、これオプションか、オプション。レザーシートもオプション。シートヒーター、エアコン、まあ、この辺りは雰囲気的に全て一緒のような気がしますね。まあ一緒ですね、この辺り。やっぱりパッと見の雰囲気がかっこいいかなと思います。まあ僕の説明ベタではこれが限界でございます。オールトラック、専用でしょうね。あ、これあれだ、スポーツペダルだ、専用シート。でカラーが、僕赤のイメージがすごく強くて、タングステンシルバー、ホワイトシルバーメタリック、ピュアホワイト、ディープブラック、ピーコックグリーンメタリック、変わってますね。あとオリックスホワイト、マザーオブパールエフェクト、うん、シートも2種類、レザーと普通の分と。まあ普通の分の方がこうマークがついているんでしょうか。こんな感じでしょうかね、僕の説明では限界でございます。で、燃費だけ確認しましょう、JC08 で 13.5 でございます。 13.5、 他のだから通常のゴルフが10いくつだったかな、18かな、18じゃなかったかな、ちょっと調べましょうね。普通のゴルフが 19.1 か、ハイラインで 18.1 っていう感じですね、うん、見たらここもちゃんとがっつり乗ってることを思い出しました。バリアントオールトラック、やっぱこのイメージカラーが強いな僕は。 GTI、 今度試乗に行ってきます、ゴルフ R。 はい、そんな感じでございます。まあ兄弟みたいな感じでしょうかね、デューン、クロスアップ、まあ、クロスポロとオールトラック、グッド。はい、ということで僕はまあカタログが好きなわけでございます。 GTI もかっこいいな。ちょっとこれ試乗できるんで楽しみです。怖いけど、試乗は相変わらず絶対怖いけど、バリアント R ゴルフ。ゴルフ兄弟多いな、5兄弟、あとあれか、 GTE の6兄弟でございますね、うん、そんな感じでございますね。はい、グダグダで申し訳ないんですけども、まあ、僕の趣味の、はい、一つでございます。まあ、こういうの乗ってアウトドアとか行ったらすごく楽しいだろうなっていうね。僕もだからゴルフ、僕乗ってるゴルフにこのなんていうかな、こうルーフつけてこうなんかね、荷物乗っけるこうあるじゃないですか、この板みたいなやつ、あのなんていうんですか、サーフィンボードみたいな形のこのトランクルームみたいなの乗っけてね、したらかなりまた個性が出て、あの他のゴルフとはまた雰囲気変わっていいんじゃないかなとは思いますけどね。っていう感じで、いつもの僕の趣味動画でございました。ご視聴ありがとうございました。もしよろしければぜひチャンネル登録お願いいたします。あと Twitter、Instagram、Wear もやってますので、よろしければチェックしてみてください。以上、岡剛でした。ではまた見てください。